こんばんは。こんばんは。あ、人妻さんということで、はいはい、こんな時間に呼び出してしまって大丈夫なもんなんですか？大丈夫でございます。帰ったらあのご飯の支度とか。あ、もうあの作り置きするタイプでございまして。そうなんですね、はい。得意料理はちなみに何ですか？から褒めていただけるなんか唐揚げとか揚げ物系とか。唐揚げいいですね、はい、あとなんか煮付けとか、あのすごい釣りが好きなので釣ってきた魚釣りをはいさばいたりとかいたします。そうなんですね。あ、ご自身で釣りするんですか？はい、それをさばくんですか？あ、さばきますね。じゃあ改めてお名前をお伺いしていいですか？はい、小松杏と申します。杏さん、はい。杏さんご年齢は？32歳です。32歳で人妻さん。あ、そうでございます。人妻さんですよね。色気がすごいですね。ありがとうございます。ちょっといきなりちょっとこんな質問するのあれなんですけども、はい、旦那さんとの夜の営みみたいなのって、はい、はあるんですか今？正直あの全くない状態でございまして。そうなんですか、はい、どれぐらいないんですか？もう結婚してからもうほとんどないです。あ、はい、じゃあもう数年ないんですね。そうですね。結婚何年目とか？5年目です。あ、はい、5年目、はい。で、あのアンさんはあの方に、まあ、ご出演されましたけども、はい、え、出演した理由っていうのは？そうですね、安全に性を楽しみたいという。はい、はい、そういうことだったんですね。はい、そうですね。じゃあやっぱりその夜の方がなかったから、はい、ちょっとそういう欲が結構溜まってて。そうですね、少し弾け気味になってしまったのかもしれないですね。あ、はい、出られてることは旦那さんは知らない？あ、知らないと思います。そうですよね。はい、では昼の時間とかを利用して出てるっていう。そうです、一応そんな感じ で、ね。はい、なるほど。で、どうでしたか数年ぶりの、はい、言ってみれば、はい、ってことですよね。そうですね、とても楽しませていただきました。そうなんです。はい、緊張しましたけどね。あ、そうなんですね。はい、楽しかったっていうのはどの辺がやっぱり良かったですか？はい、そうですね、あの男性の大切な部分をそもそもなかなかね、見ることもないですし、あ、なんかそれをちょっと私の大事なところにっていうのも、はい、なかなかないことなので、はい、まあ、純粋にそちらの方を。男性のもの自体が、ね、久しぶりすぎて良かったっていう。そうですね、はい。でもあれですね、普段はだから専業主婦ですか？そうですね、今は、前はあのジムの OL をやっていたんですけども。そうなんですね。はい、そうですね、もう今と違ってもすっぴんで眼鏡をかけてカタカタと経理をやっておりました。え、あ、全然あ全然違いますね。そうですね、あのちょっと弾け気味になったのかもしれないですね。ジャンさん今結構弾け気味？あ、そうです、弾け気味で。いろんなところが。あ、じゃあちなみに、はい、そういう欲っていうのは年を重ねるごとに増えていくとか聞くんですけど、そういうのあるんですか？そうかもしれないですね。なかなか30を過ぎると、はい、そういうね、あの高まりがそういう時期といいますか、そうですね、はい、が多いかもしれないですね。え、じゃあ今、はい、一番人生の中でピークぐらいな感じですか？なんかだんだんと登っていっているような気はいたします。あ、そうなんですね。はい、でちなみに、はい、一番最近されたのっていうのはいつですか？はい、あ、そうです、3日4日前ぐらいの撮影がございまして。最近ですね。そうですね。それはどういう撮影でした？あのちょっと特殊な建物の中で、あの、いたしました。あ、特殊な特殊な建物で。あ、はい、ちなみにどんな、なんか、なんて言って、刺激がある場所といいますか。あ、ちょっと、あ、なるほど、いろんなのがある。そうですね、刺激がある。刺激、ある意味そうですね。はい、なるほど。そうですね。一番どの瞬間が良かったですか？そうですね、後ろ向きで、はい、立って、あの、そうですね、あの、お外を見ながらという、はい、あ、とても、そうですね、そんな状況で。そんな状況でございます。結構そういうのも好きなんですか？後ろからでとか。あ、では、あの、どの方向からでも、あの、やはり男性の大事なところって、あの、形だったりとか、硬さだったりとか、はい、ね、大きさだったりあるので、なんか、その、でによって、
好き嫌いがじゃあこの大切なものは ここでみたいな、この大切なものはじゃあこちらでみたいな、はい、のあるかもしれないです、ね、なるほど、その人によって、はい、じゃあその人の時はちょうどその体勢が良かった。そうですね、とても立派な感じでございますね。あ、そうなんですね。はい、アンさんちなみに、はい、的には、はい、なんかどういうのがお好きなんですか。割とオールマイティにやらせていただいてて、なんかあんまり特殊なの持ち主の方ともお付き合いはあったんですけれども、はい、なんか何でもまずやってみないと楽しいかどうかわからないので、何でもどんとこいな性質かもしれないですね、逆に。あ、そうなんですね。はい、好奇心旺盛かもしれないです、はい。ちなみに今でも経験人数は、あ、でも一人じっくり型でございまして、ね、素晴らしいですね。10人ほどぐらいしか。あ、なるほど、はい。じっくりされてる方って、はい、すごいやっぱ開発されてるから感度がいいっていうふうに聞いたことあるんですけど、その通りでございます。その通りですか。思います、すいません。じゃあかなり、はい、アンさん感度がいい。あ、すぐに必ず行くので、はい、すぐにというとどれぐらいですか。そうですね、震えるおもちゃなどってだと、はい、もう3秒ぐらいで3秒もうピンポイントに当たってしまえばみたいな。そんなすぐなんですね。そうですね。1日何回も行ける。そうでございますね、はい。痛くなってしまったりとか、その、はい、楽しめなくなってしまうということはないので、そうですね。そうなんですね。はい、丈夫な方でございまして。なるほど。そんな敏感なアンさんが、はい、今までいろんな方と経験してきたと思うんですけども、はい、一番良かった夜っていうのはどんな夜なんですか。じゃ例えばこれからしましょうねってなった、もうそれを最高にしたいなと思っているので、はい、そうなりますと、まあ、4日前が一番良かったになりますね。なるほどなるほど、はい、1回1回がもう全力疾走でございまして、じゃあまあ32歳になってどんどんと広がっていってる、はい、そうかもしれないですね。あ、それで自宅に帰ってこっそりと接する、旦那さんの接すると、あ、そのような形になりますね。素晴らしい人妻様ですね。あ、本当ですか。まあ、安全な安全ですよね、安全な感じで。安全ですもんね。はい、やっぱ浮気とかは絶対ダメ。そうですね、良くないと思いますね。あ、でもまあ他の方がされてるのもその方の人生なので決して否定はしないんですけれども、はい、自分はそういうタイプではないかなという。なるほど。すみません、ちょっと最後ご質問なんですけども、はい、こんなこと聞くのあれですけども、はい、今日の下着っていうのは何色に。今日はブルーでございます。薄めなブルーでございます。薄めなブルー。はい、あ、やっぱりなんかこのおしとやかな感じですね。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。なんか勝負下着みたいなのってあるんですか。まあ一応はございます。はどういうやつですか。一応レースの黒いやつで、ちょっとT 寄りな感じの、あとは真っ赤でツルツルなやつ。派手ですね。なんかこう多分男性もなんかそういうの見たら、あ、なんか今日気合入ってるなって思ってくださると思うので。そうですよね、はい、ちょっと分かりやすい感じ。男性の気持ちまでもしっかり汲み取ってくれるわけですね。今日は激しくいたしましょうみたいな。なるほど、もうその言葉じゃなくて、はい、そこでも意思疎通を。意思疎通。え、そうですね。やっぱり人妻様っていうのは素晴らしいですね。ありがとうございます。なるほど。本日はありがとうございました。ありがとうございました。